はい、こんにちは。2月やね。早いね。鬼は外。福は内。ね、節分あってもほんまになんか、旧正月ですか。ほんまやったらね、なんかこう、なんかまた新しい一年かなみたいな、なんかいろんな節目を、あの、年が明けてからはいろいろと感じます。大西ゆかりです。この小窓でのメッセージもなんかほんまにだん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 、毎月1回定番化してまいりましたが、私は相変わらず、苦い涙が100リットルアルバムを売り歩くというですね、作業を、2月もまた引き続き頑張らせていただきます。そして、このようにメモ用紙とね、付箋とステッカーがセットになってる、お子たちが喜ぶ文房具セット、これも500円でライブハウスの会場で作って売って、でこれをあの東北の震災 の, あのお子たちにね、震災におったお子たち、学校とかお家とかいろいろ大変やから、そういう段取りを足長育英会の方を通じてね、あの募金活動とかもほんまに地道に地道にやらせていただいて、でまあ何やかんやってこうアルバム売っていただくのがいいんです。まあアルバムのこれ3000円でね、シールつけて売ってるんですけど、まあ、これはね、文房具で、これ500円なんです。かわいい値段やろ。これでまた、皆さんにもご協力いただきながら、まあ、お前でこっちがね、考えるのが変で、今日はこういう攻撃です。そうなんで、またちょっと寒い日が続きますけれども、皆さんどうぞ健康でお過ごしいただきたいと思います。今月もまたよろしくお願いいたします。お元気でね。